こんにちは、速稼塾ニュースの時間です。本日未明ではないですけども、今日ね、広島の方で事件がありました。これはね、河井案里議員と河井克行元法務省大臣、こちらのね、お二人がね、夫婦揃って逮捕されたということなんですよ。ずいぶん前から捜査が入っていたんですけども、どうなんですかね、この一番法律に厳しくないといけない方たちが、特にね、法務省の大臣をしてた方ですよ。こういったね、方がね、法務省どころか無法をね、働くというね、で、私広島にいるんですけどね、やっぱり広島市周辺の市区町村もうてんやわんやですよ。やっぱりね、今回は、賄賂といいますか、買収といいますか、地域の有力者にお金を渡して、自分に有利なように働いてくれという形であったりとかね、ウグイス嬢と言われる選挙を応援してくださる方に規格外の報酬を出したりとかね、しっちゃかめっちゃかしてるわけなんですよ。しかしですね、実はこういうしっちゃかめっちゃかは、もしかしたら各選挙区で当たり前のように行われていたのかもしれません。私たちはそういうことを、こういう事件を通じてしか知ることができなかったり、当たり前のように起きている日常の中で、とんでもない無法が行われていたりすることに、あまりにもね、無防備であり、気づきにくいんですよね。それは私たちのアンテナが悪いんでしょうか、それとも悪事というのは私たち一般国民に知られないようにことが完了しているようなものなんでしょうか。で、その他にもね、安倍総理にしても、なんかね、その告訴されているというね、国民から。で、何百人かわかんないですけど、法律家専門家たちが団結して安倍総理をね、提訴していると、要するに訴えてるわけなんですよ。どういう国なんですかね、ここはね。で、それでいてテレビで言うことは本当だとかね、いや政府が言ってるから本当だろうみたいな意見もあるわけですよ。本当のこともあるでしょうけども、嘘のこともあると。ですんで、結論ね、情報っていうのはいろんなところから発せられます。裏付けとされるもの、ソースとされるもの、いろんなものがありますけども、裏付けとかその情報のね、出どころですら最初から嘘かもしれませんし、嘘じゃなくって、その情報は最初は正しかったんだけども、状況の変化に応じて、その性格を変えてね、結果嘘になってしまうってこともあるかもしれないですよ。ですので、私たちは2つのことを気をつけなければならないのかなと思います。それはですね、信頼の向こうに詐欺があるではないですけども、あ、これ確かにそうだなと思った時にちょっと疑わないといけないんですよね。もしかしてこれが罠かもしれないと。要するに、信頼されなければ詐欺っていうのはないんですよ。ですので、信頼した瞬間に安心して大丈夫だって思うのと同時にですね、いや、これが詐欺にかかる人の心理なんだっていうふうに警戒しなければならないということですね。で、もう一つは状況を変化するってことなんですよ。最初は誠実であっても、状況のなせる技で結果悪に手を染めるってことは誰しもあると思いますし、固い決意で約束したけども結果約束が守れなかったごめんってこともね、誰しも経験すると思うんですよ。でも、約束が守れないことっていうのは、一言言ったら裏切りであり嘘なんですよね。そういうふうに言われても身も蓋もないじゃないですか。いや、嘘を作るつもりはなかったんだけどとかね、騙すつもりはなかったんだってよく聞きますよね。そういうことなんですよね。ですんで、結論ね、情報は自分で確かめて自分で責任を持つこと、あの人が言ったからとかね、ここに書いてあるから全く当てにならないっていうことですよね。これがね、今回の億万長者合宿のテーマかなと思います。それでは、いってらっしゃい。